やるチャンネルご視聴ありがとうございます。本日ご紹介しますのはスーパー衝動太陽戦隊サンバルガンから、まず最初はこちらですね、バルイーグル。今日はバルイーグルを見てもらいます。さあまず一番最初始まりましたバルイーグルでございます。いやーやっと、協力者の皆さんのおかげで、手に入れることができました。後ろの方もちゃんとね、塗装もされてるし、やっぱりバンダイプレミアムすごいですよね。バルスティックのこの腰にかけてる部分もね、あ、そう、戦隊でそういえばちゃんとそういう武器のね、あの腰の部分もちゃんと、こういう風に気使ってできてるんですけど、これあのソフビだとかなりぺっちゃんこになっちゃうんですよね、そういう部分もなくなってちゃんとできてますね。さすがバンダイプレミアム、これがスーパー衝動のスタートになりました。バルイーグル名乗りポーズで、手首パーツをいろいろ使ってたので、まず最初のねグーとこれ違うんですよね。ちょっと手首を軽く曲げた感じの、パンチが出せるポーズの手首パーツを使ってみました。続きまして腰のバルスティックを外した感じの腰の、ポーズをとってますから、バルスティックを持たせてます。こんな感じで、バルイーグルバルスティックを持たせました。そしてバルイーグルといえば2代目から使い始めましたこのね、太陽電撃剣ですね、こちらの刀の使ったポーズも取っていきたいと思います。危険芝返し、やっぱりあのソードと違って衝動はね両手で持たせるのは結構無理があったみたいなんですが、ちょっとカッコつけて芝返しをやってみました。空を飛ぶとより高くダイブするというシーンが結構多かったと思うんですけどね、そのシーンをちょっと、このやってみました。やっぱちょっと方向を押さえようかと思って、やっぱ後ろしか押さえておかねえなと思ったんで、こんな感じで後ろを押さえて、空をダイブしてるシーンをちょっとやってみました。はい、いかがだったでしょうか。今回は昭和のね戦隊からサンバルガンのバルイーグル、スーパー衝動でスタートした、戦隊ものとしてね、初めて出しました。いろいろ協力者のおかげでこういうことも実現したんで本当に感謝しかありません。でも本当サンバルガン出るとデンジマンも欲しいなと思いますよね。あのサンバルガン対デンジマン VS シリーズ昭和やってないから、もしこういうところで実現できたらいいななんて思いながら、この動画を作っております。今回はバルイーグルをお送りしました。ぜひともチャンネル登録高評価コメントお願いします。